今15日目までやってきました。まあほとんど変わってないんですけど、ここにソードマンを50人置いて、でここの均衡をこう囲って取ったんですよね。であとはね、まあところどころこうトレビシェットを通路に置いてって、で外側にも塔を建てて、外側の単独の塔には主にバリスタを置いてます。バリスタトレビシェット、まあここもねちょっとトレビシェットにしようと思うんだよな。っていうのはこう真下から来た時にちょっとこの辺防御が弱いと思うんで、それでこういう壁をトゲみたいにこう突き出してるんですけど、なんでかっていうと、あんまりねこの敵がこう壁ギリギリにこうやってくると、あのカタパルトがこういう建物を狙ったりするんですよね。そうするとね、途中にあるこの壁が壊されちゃうのと、あとラム波状椎がね特になんかね壁とか塔をすり抜けてくるバグがあって、だからなるべく壁の近くを通らせたくないんで、こういうふうにトゲみたいに壁を置いておくと、こういうふうに外を回ってきてくれるんで、まあちょっとバグが壁すり抜けのバグを起こさないようにこうやって外を回ってきてもらいます。で今ゴールドがね、収支がもう、まあ金もサンストーンが2つ取って、でバザーがこんだけ7個建ててるのかな、7個建てて、バザーこれだと5個しか建てられないはずなんですけどね、なぜか7個建てられて収入も全部あるという。で今回こっちから来ることになってるけど、あーまずいかな、ちゃんとねこうやって回ってきてくれるといいんだけど、こういうカタパルトにこう中の建物をこういうところを狙われると壁が壊されちゃうんで、あ、こうやって回ってきてくれてますね、ちゃんと狙い通りに。あ、ほらこれもう思いっきりすり抜けてますよね、これ。あ、狼のボスが狼のボスが儲かって300ゴールド儲かっちゃった。こいつらなんで来ないんだ、一気に来た方が。っていうかこんだけカタパルト一気に来られたら、まともに当てたら絶対勝てないですよ。どうもね、敵の種類によってあのカタパルトとトレビシェットが有効な敵も、こういうねこのツーハンデッドとかにはどっちかというとバリスタの方が強力なんですよね。あれ結構もう来るな敵が。このカタパルトだけはちょっとここまで寄せたくないんですけどね、ここに来るまでに。カタパルトはこのトレビシェットの方がダメージを与えてるようです。石には石をって感じで。あ、よかった。このねカタパルト、この周りの運んでるスピアマンを倒せば、アックスマンを倒せばあのカタパルト本体のヒットポイントが残ってても移動は止まるんですけどね。どんだけ来るんだって話ですよ。だからこう左右から来るときはまあなかなかこう迎撃する時間取れるからいいけど、問題はこの真下から来るときですよね。
この辺とかこの辺から来るときはちょっとどうしようかな、なんかもっと迷路みたいに考えた方がいいのかな。もう本当に迷路みたいにやってみようかな。ちゃんとぐるーっと回ってきてくれるのかどうか。この辺から入って、あ、いや危険だなそれは。壁の近くを通らせるのはかなり危険だと思う。からこうぐるーっと入ってきて、こっからぐるーっと入ってきてもらう形にするか。この辺から来るやつもここをこう塞いじゃって、塞いで塞いでそんな風にうまく誘導できるんだろうか。このアックスマンは非常に弱いですね。これが一番強いんですよ。ムーンシールドマンか。これがね、なかなかヒットポイント173ですけど、なかなかこのヒットポイント減らないんですよね。トレビシェットでも。特にこいつにはバリスタがあんまり効かない。このシールドマンには。ほらね、バリスタ本当は150ダメージ与えるはずなんですけど、シールドに塞がれてるのか、このシールドマンにはバリスタあんまり効かないですよね。15日目が終わりました。まあちょっとね、1回のウェーブが長すぎるんで、ちょっと途中ちょっと省略して今後やってきますね。今20日目になったんですけど、こうやってまあ通路を作って、こっからしか一応入ってこれないようにしたんですよ。で、今回ここから来ることになってるから、こっから来るのは多分こうやって、あ、今ここの均衡も確保しようと思って囲ってるんですけど、こうやってぐるーって回ってくると思うんですよね。それでこの辺のトレビシェットとバリスタとで
多分ね、もうこの辺まで来れないと思うんですよね。ただ敵がなんかね、ちょぼちょぼちょっとずつ大量に来るんで、なんかすごい夜の時間が長くなっちゃったんですよね、ここ数日で。ソルジャーはここで待ってます。20日目ですね、20日目の攻防。こういうふうに、まあ、スパイクを作って、もうね、結構いっぺんにバーッと来てくれてもいいんですけどね、こうやってちょこちょこ、あ、今回はなんか結構いっぱい来るかな。前回19日目の夜、なんか すごいちょっとずつしか敵が来なくてね、えらい時間かかったんですよね。しかも途中で引っかかって止まってたりして、あー、こいつが、このラムがちょっと怪しい動きをしてますね。こいつがまずい、この辺攻撃されたらまずい。あー、大丈夫ですね。でもね、こいつ、このラムはよくすり抜けてくるんですよ、彼を。ここの均衡を確保するのにこうやってぐるーって回ってくるように作ったんですけどね。いや、ここを確保、こういうふうにする必要なかったかな。ここでこうやって囲って、こうやってスパイクを置けば大丈夫だったかもしれないしね。今更だけど。いや、無理か。うん、無理かな。でもここの均衡を確保しないと、もうお金が全然足りなくて、もうこれ以上トリルセットとかバルスタ置けないんですよ。あ、今回は割と順調に敵が来てる気がする。あ、ほら、でもこうやって待ってるやつらがこいつらがさっさと来てくれないんで、すごい時間かかるんですよね。つまりこの先行したやつらが倒されないと、こいつらが出発しないみたいなんですよ。あ、出発してきた。処理落ちしない、処理落ちとかでオーバーフローにならないための対策なのかもしれないですけど。あ、 FPS もなんかちょっと遅くなってますね、もう50。すごい怒ってる。ここはバリスタですね。基本トレールセットで、あ、こう写真が撮れるところにバリスタを置いてます。なんかプルプルして、このバリスタもちょっとバグってますね。全然撃ってくれなくなった。撃ってくれこいつは。よし、撃ったね。もう完璧バグってますね、これ。バリスタが撃ってくれないと困るんだな。とにかくこのカタパルトが怖い。カタパルトに壁を壊されるのが怖い。よしよしよし、もうみんな一気に来い。これ破壊するっていうのは、あ、夜は破壊するまで、破壊することもできないんだね。まだ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 いっぱいいますよ。もうみんないっぺんに来ていいぞ。こうやって、つまり敵はここから入ってきて、こう来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 ることになりますね。この辺も、この辺のバリスタ、この辺のトリルセット、こっちに回すかな。でもこっちから来るときはこういう風に来るから、多分ね、こういう風に来ると。上から来る場合はこういう風に、この辺から来る場合はこういう風に、こう壁に触らないようにこう棘を迂回して、こういう風に来ると。もう完璧な布陣ですよ。完璧な星型要塞。さあ、このバリスタもダメですね。よし、いいぞ、ここからも撃つんだ。もうみんな来ていいぞ。どう、うん、やっぱり先行してるやつらが死なないと次のやつが動かないみたいですね。で、この夜はさ、もともとはあの夜の時間っていうのも決まってて、敵を倒しきらなくても夜の時間が過ぎれば昼になったじゃないですか。ならないですよ、これね。 0.01 で止まってるというね。敵をやっつけない限り朝が来ないということになってるという。いや、こういうところでこいつのトロールにバリスタ打ってほしかったんだが、こういう直線でね。ラムか、あ、動いて、あ、こういうのが危ない。こういうカタパルトの挙動不審な動きが危ない。こういうところにちょっと、こういうところにスパイクを打っとかないとダメですね。この辺にも、ここにバリスタがある。
こういう射線を取れるところにはバリスタを置いておいて、反対の敵に大ダメージを与えてもらう。動くか、動いた、治りましたね、このバリスタ。何だったんだ、あんまりこれこのまま、ラムにバリスタあんまり有効じゃなかったですね。ここのゴールド、ここに、まあ、サンセットストーンの採掘小屋を置くと、やっぱり無理かな、攻撃されるかな。無理かもしれん。ここを買うか。こういう風に来るん、どうせこういう風にしか回らなきゃいけないんだから、あまりこっちの方に来てほしくないんだよな。これすり抜けるんじゃないのかな、これ。大丈夫です、大丈夫かな。ようやくここで軌道修正をすると、あまり遠くまで見てないんですね、こいつら。道を決定するのに割と近視眼的に道を考えてるらしい。まだこんだけ残ってるよ。これはアクスマン、アーチャー、ムーンアーチャー、ムーンアクスマン、弱いですね。ムーン200。あ、ムーンナイトね。弱いですね、これも。これが強いんですよ。ムーンシールドマン。これが結構強い。いや、これぐるーっと回ってきてたら時間かかりすぎるな。ここはもう、破壊されること前提でもう、来てもらおうかな。毎日作ろうかな、ここで。壊されるたびに小屋を作ろうかな。それでもいいですよね。あ、動かなくなった。敵が来なくなりましたね。もうこっちから向かい打ちに行くしかないのかな。動いてないでしょ。どっかでスタックしてるんじゃないのかな、敵が。止まってはいないね。もうこうなると永遠に夜が明けないことになる。この人たちも今のところ指示通り動いてるけど、いきなりね、指示通り全然動かなくなることがあるんですよね。つまりこっちの方に行ったところで、ここのこのトレビシットの近くで戦いたいですよね。近くに寄れば多分こいつら襲いかかってくると思う。こいつらシールドマンだ。強いやつらだ。うわ、ちょっと待って、今のそりゃないわ。そりゃないわ、ちょっと待って、逃げよう。こっちのトレビセットの近くで戦うんだ。それはないわ。助けて、トレビセット。あ、来るんか、こいつら。ダメだ、こいつも動かないわ。動かなくなってしまった。こいつらをちょっとちょっかい出すっていうか、ちょっと待ってよ。この人たちはここに行って、もう全然コントロール不能ですよ。来た、よし、逃げろ。何をやってるんだお前ら。こっち行った奴らはもうほっといても倒してくれると思うんで。シールドか、強い。アクスマンだからまあ勝てると思う。うわ、ちょっと待って。うわ、どんどんちょっと敵が出てくるんだな。逃げろ。ちょっとそんなところで戦わないで逃げろよ。
もうなかなかコントロールが効かないですよ。やばいこれは。だいぶしんどる。追っかけてこないし。追っかけてこないし、もうここまで。こっちに行った人はみんな死んでますよね。よし。この行列が続いてる限りは勝てるから、ちょっと様子見ますか。この行列が止まったらまたちょっかい出しに行くという。こいつらがこの200が死んだらこいつらが動くと思うけど、弱いですよね。このナイトか、両手剣のナイト。ナイトはもうトリビセットにもバリスタにも弱いです。味覚ダンスですよ。いかにも強そうだけどね。よしよし、これでなんかまた動いてくんじゃないの。これ来た。これあ、まずいまずい。これはまずいですよ。こっちを攻撃されると、あの煽りを打って、このトレビセットとか壁が壊されるとまずいんですよ。このカタパルトで全然動かないですよ。操作不能ですよ攻撃してほしいんだから。操作不能なんですけど、動いてくれないんですけど。ちょっと動いてくれよお前ら。やられっぱなしかよ。よし、ちょっともう戻ろう。この辺にいてもうお前らが全滅したら、もうなんていうのか、いろいろ今度スタックした時に動かす人がいなくなってしまう。もう一応あれだな、ちょっとこいつらだけやっつけて逃げよう。やっぱりここちょっと回り道させすぎだったかもしれん。ここに金庫、まあ採掘所を作って、ここをこういう風に回ってきてもらって、一回ずつ壊されたら一回ずつ立て直すことにしよう。こいつらが死んだら次のやつらが、あ、もう動き出してますね。まだまだ今見た、パッといきなり出ましたよ、兵が。こういう感じでなんかちょっとずつ敵が大量に来るんで、なんかもう15日以降ものすごい敵のウェーブに時間がかかってます。つまりさっさと倒さないと次の敵が出てこないから、早めにやっつけたいんですよね。もうこんな深くまで敵が来るってことないから、今のところこの辺に小麦小屋も置いちゃって大丈夫だと思うけど、この辺にももうこれ牛小屋の牧場置いちゃっても大丈夫なような気がするな。こんなとこまで敵来ないからな。まずまだ待機してるやつらがいる。バリスタもこう一直線に行くとこう串刺しみたいな形になって、結構いいダメージ、何人にもいいダメージ与えてくれるんですよね。こういう感じで、こういう感じで結構強いですよね。一直線にこう敵が一直線に来るところにこうバリスタ配置しておくとかなりいいと思います。ただバリスタは放物線を描かないんで、こう壁とかでぶつかって、あのゼイヤ・ビリオンズのバリスタだったら壁をすり抜けて攻撃しますけど、これ壁でほらもうここで遮られてるんですよ。壁を通り抜けることはできない。まあ、このトレビセットの石も壁を取り抜けてはいけないんですけどね。でも山なりに投げるんで多少は届くんですけどね。あ、これも壁を越えて届くこともある、高さによっては。あ、こうやってね、なんか最後ね走ってくるんですよね。この走ってくるやつらが出たら大体最後が近いですね。最後なんかとどめとばかりにこうやって突撃してくるんですよ。これが出たらもう最後だと思うんだ。もういないね。最後チャージしてくるんですな。
敵をさっさとやっつけないと一回の攻撃が長くなりすぎるな。どうしようかな。この辺の外して、この辺の無駄だから外してやるか。ちょっとまた配置を考えますね。あ、ようやく終わりましたよ。長かったな、おい。ちょっとこの辺、次どこから襲ってくんだ？次のウェーブが、次の青の炎は、あ、ここか。ってことはもうすぐ、ん？ここと？ここってことは、どういうことなんだ？この辺にもう出るってこと？ちょっとね、この辺やっぱり外すね。外して、あ、そうだ、外してもとりあえずここに3スポット、これは作るけど、もう一回一回もう作り直すことにしよう。30日目までやってきました。街並みはほとんど変わってないんですけど、まあ、人口をちょっと増やしたのと、金庫をね、ここまでまあ確保して、1個、2個、3個、まあ、ここのもうまくこうやって囲って4個金庫を確保して、あのトレビシェットとバリスタを増強しました。それでね、まあ、ここから入ってくるのと、あとここも入ってくるようにしたんですよ。で、結局はみんな最後ここを通って来ないといけないんですけど、あとこっちから来るのもここも開けといて、この辺から敵が出てきたら、まあ今回こっちから来ると思うんですけど、こうやって開けといて、まあ、あの最初迷路みたいに作ってぐるっと迂回させようとしたんですけど、そうすると敵がちょっとしか出てこなくて、で途中で止まったりすると次の敵が出てこなくなるんで、もう出てきた端からなるべく早くこう倒すようにしないと次の敵が出てこないんで、まあ入り口はちょっと3方向に開けました。まあ結局はここを取らないと、この辺を取らないと、こっちから来るのもこっちから来るのも、ここでまあ最終防衛ラインですね。大体ね、トレビセットを4つか5つ配置すればほとんどの敵は全滅できると思うんですよ。あの1つの場所に、まあ、4つか5つこうトレビセットが重なるように置けばね。ただこのシールド、あ、でなんか敵のヒットポイントがこう全部今まで表示されてたんですけど、なぜか表示されなくなっちゃったんで、こうやっていちいち、まあ、ある時押せば見えるのかな、ある時押せば全部見れるんですけどね。なんか他のでこういうカタパルトがこういう中の建物を狙わないように、こういう風に壁を誘導路を置いて、こういう風に来てもらうようにしてます。あ、こいつら来たな、突破してきたな、このトロールが。このトロールはこの2つのバリスタで最後ここ来たやつ狙おうと思ってたんですけどね。うん、なかなか順調に敵が来てますね。こうやって続々と敵が来てもらわないとえらい時間かかって終わんないんですよ。出てきた端から処理するようにしないと。
車線を取れるところにバリスタを置いてます。なんかゲームのなんかスクリーン、この B キャッスルのゲームストアのスクリーンショットとかではなんか工場棟が出てきたような気がするんですよ。こういう壁に直接こう乗り込む歩兵が乗り込んでる工場棟ってやつですね。精卵車とかいうやつ、あれは今まで一回も出てきてないんですけど、もうちょっと日にちが進めば出てくるのかもしれないですね。あれが出てきたらもう、あれが出てきてこういう直接こうキープを狙って壁をかけられたら、この誘導作戦は失敗に終わりますね。こいつをこういうね、ゼイヤービリオンズみたいにバリスタは強い敵を狙えとかって指定できればいいんですけどね。指定できる？できないよね。できないですよね。強い敵優先とかやれればいいんですけどね。なかなかいいペースですよ。この辺にスタックしてるやつがいないから順調に敵が出てきてます。さっさと倒さないと、さっさと倒しても時間がすごいかかってしまう。でもうね、このマップに金鉱ないんですよ。でまああとはこういうイノシシとか、まあ、食料生産すればその食料生産の副産物でこのバーゲン、バザー、マーケットを建てればそこでまた売ってお金がまあ多少は増えるんですけどね。こういうとこの鹿とかイノシシとかを取ればね。でもなんかもうちょっと画像処理も重くなってきたんで、このぐらいでもう領土拡張するのはやめて、どこまで行けるかやってみたいと思います。この塔に青い炎、青い松明が灯ってるとなんかかっこいいですね。このシールドマンが、ムーンシールドマンが結構強い。何発かトレビセットの弾を当てないと死なないですね。この人ラムとか、まあカタパルトも運んでる、運搬してる人がいなくなってから、いなくなればそこで止まるから、まあやっぱりトレビセットが有効ですね。でね、この時間が、夜の時間が経ち始めるともうこれが最後のファイナルウェーブですよっていうのが最近分かりました。こいつら倒したら終わりだと思います。これで終わりだと思います。うん、昼になりましたね。でもうやることないんですよね。お金ももうまあこんな感じで、もうギリギリ収支が33
ゴールドのプラスで収まってて、まああとは領土広げても領土広げてもいいけど、まああとあんまりやることないんですよね。うん、もう十分十分どっから来ても十分強いような気がするんですよ。はい、45日までやってきました。もうちょっとね、敵の攻撃のウェーブがちょっと長すぎるようになってきたんで、で大して変わり映えもしないんで、そろそろまあやめようかなと思うんですよね。45日目でのまあ敵の攻撃をちょっと乗り切って、で30日の時とほとんどあの陣容は変わってません。こっちの城塞もまあ入ってくるところ3箇所作って、まあ今回はここから入ってくると思うんですけど、あ、こっちからも来るのかな、もしかして。で結局はここを通ってここで最終決戦をすると。ここまで来ればね、こっちから来たやつはここの辺を通ってくると。あれ結構上から来るのかな、この辺から来るとすごいめんどくさいんだよな。この辺から来て、あ、こっちから来てくれるんだったら割と、あ、順調に来ると思います。ちょっと敵が出るところが遠いとね、あのむちゃくちゃ止まったりして、ただでさえ長いウェーブが絶望するほど長くなっちゃうんですね。この辺で出てくれるんだったら比較的順調に行くと思うんですけどね。うん、ここで出てきてくれてるから。まあ主にね、バリスタは結構やっぱり挙動不審になることがあるんで、トリビシェットが安定してますね。通販でと、まあ、ナイトとかアックスマンとかはもうトレビセットで1発か2発で死ぬ。ちょっと強いのがこのソードマンですね。ムーンソードマンは多少耐久力があるけど、このアックスマンとかはもう2発で死んでると思います。一番敵のあれで一番ヒットポイントがあるのがこの、ラムかな、波状椎かな、あ、トロールも1200か、トロールとラムが1200でヒットポイントが一番多いのかな。あ、結構これはこのカタパルトはね、人とか建物を狙ってくるんで、あんまり壁の近くに、これとかまあちょっと狙われそうですね。これがカタパルトに狙われると途中の壁も壊されるんですよ。だからちょっと壁から離して作ったり、まあこういう誘導路の壁を作ってこう外を回ってくるようにします。それでこのこういうあの誘導路のここに塔を建てると、まあこういうところとかねに、あの塔を建てると、こう塔を登ってこう城の壁に敵が入ってきて、この塔からこう降りて中に入ってくるんですよ。だからあの内側の壁のこの端っこには塔を建てない方がいいと思います。こっちの外の壁だったら登られても別にいいんで、こう端っこに塔を建ててもいいんですけどね。多分ね、すんごい長い敵のウェブ、いつ終わるんだってぐらいいっぱい来ると思います。まあでもあのゼイアビリオンズみたいにまとめてドワッとは来ないんで、ちょっとずつなんか来てくれるんで、まあいい格好撃破の的ですよね。
兵力を小出しにしてくるんで。まだこっちまで来てないでしょ。全然この隊列が乱れてないから、この城の入り口まで来てないですね、敵は。もう結構いっぱい来ますね。まあでもトレビセット4つか5つ大体1箇所に置いておけば、でね、こう死角がないように、お互いに死角がないように置いた方がいいと思います。こうこのあんまりトレビセット近い範囲は攻撃してくれないんですけど、まあこういうところで、あの敵のあのラムとかカタパルトのあの運び手だけが死んで、こういうところにラムとかカタパルトだけが残ることあるんですよね。そうするとあの歩兵で倒しに行かないといけないんで、なるべくこうお互いの死角をカバーする形で立てた方がいいと思うんですけどね。あ、結構トロールが残ったな。ここのトロールはここの2つのバリスタで最後始末するはずなんですけど、あ、ここか。こっちはあれだった、トレビセットだった。あ、ここもバリスタですね。最後に残ったトロールはバリスタで始末をつける予定です。バリスタなんか時々プルプルして全然動いてくれないことあるからね。いや、結構順調ですね。遠くの方に敵が発生するとなんかこっちの方とかで敵が出てくるときはなんかしょっちゅういっぱいスタックして敵の行列が止まっちゃうことが多いんですよね。今回はね、かなり順調に敵が来てます。ラムがね1200かな。あ、ラムとこのトロールがヒットポイント1200で一番多いですね、敵の中では。カタパルトが確か600だったかな。さあ、またトロールが来るが、こうバリスタで串刺しになってますね。2人か3人ぐらいいっぺんに串刺しにできますね。こう敵が真正面からこう真っすぐ来るところ、こうラインを揃えて打てればかなりバリスタも強力です。まあトロール対策にやっぱりバリスタ最後に2つぐらい置いといた方がいいですね。150、一応攻撃力150ってことになってるから。大丈夫ですね、トロールは残るけど、このなんだ、シールドマンか、これがちょっと強いですね。173、3発か4発ぐらい耐えるのかな、トレビシェットの攻撃に。この夜の時間が全然進まないんですよ時間を耐えれば終わりかと思ってたら、敵がこうなんていうのかな、最後の敵ができてからこの夜の時間が進み出すんですよね。
いつまで出てくんだっていう。まだまだまだ全然来ますね。まだ全然来るな。これは弓兵ですね。弓兵は非常に弱いです。トレビセット1発か、トレビセット2発当たれば死にますね。このトロール軍団は結構残るかもしれないな。トロールだけで来てもね、トロールだけで来ても護衛がいなければ狙い撃ちですね。集中砲火ですね。まだ来んの？まだ全然来ますよ。めっちゃ長いんですよ。もう結局ね、今のところあの工場塔みたいなのは出てきてないですね。カタパルトがヒットポイント600だった、600ですね。うん、ああこういうスタックが出るとまずいですね。あ、大丈夫ですね。倒してくれました。この辺もちょっとなんか止まってる人がいるんじゃないのかな。大丈夫かな。こういうスタックしてる人が増えてくると敵の行列が興奮発生が止まっちゃうんですよね。止まってる人いない？この辺に。今のところ大丈夫ですね。この弓兵とかこのナイト、ツーハンドソードが来たってもうカタパルトの格好の的ですよ。1画面になんか出現する敵の上限があるみたいで、敵を倒さないと次の敵が出てこないんですよね。まだまだ来るんですよ。こいつらいっぺんに来てたらさすがに無理かもしんないけど、こうやってちょこちょこ出てきてくれるんで、このぐらいのまあ防御でも対処できます。長いですよね。長すぎるだろう。まあ家の城塞の様子は全然30日の時と全然変わってはいません。こういうふうにまあ外をぐるーっと
ま、回ってくるように誘導路をつけてこっちの方から来る場合はね、まあ同じように入ってきてっていう感じなんですけどね。あ、もう敵が来ましたね。この時間が進み始めたんで、これがファイナルウェーブですね多分。最後ぐらい行ってやるか。もうやっつけ、もう倒せそうだけど。ここまで来るともう、いやこのね兵力は必要なんですよ。あ、終わりましたね。46日目。どうもなんかもう変わり映えしないようなんで、まあ今回は。これで終わりにしますね。まあトリビセット最強ということで。まあもうちょっとね、あの資源をマップの資源を多いとかにして、まあ金塊を掘ってもっとコンパクトな城にして、でここだけじゃなくて2箇所ぐらいで、あの2箇所ぐらいに固めてトリビセットを置いて耐える形にすればもっと早く敵を処理できるかもしれないですね。こうやってね領土をこうやって広げてみたんですけど、あの自分の領土になってるところからは敵出ないんですよ。だからこうやって領土を広げちゃうともっと遠くから出てくるようになるんですね。ですごい来るのに時間がかかっちゃうんで、なるべく領土は狭くして自分の城の近くで敵が出るようにした方がやりやすい感じなんですよね。もうちょっと変わらないと思うんで、今回はこれで終わりにしますね。ご視聴ありがとうございました。